横スクロールシューティングの老舗コナミが送る最新作は、あのパロディウスだの続編。その名もあ極上パロディウス、過去の栄光を求めて。ビッグバイパーとロードブリティッシュ、栄光ある極パロメンバーの一番手は輝くコナミシューティングの英雄ビッグバイパー&ロードブリティッシュ。過去に偉大な偉業を成し遂げた彼らだけど、現在では無差別連続殺人犯の不名誉なレッテルを貼られている。しかし彼らは世間の冷たい風にもめげずに、今はしれっとたい焼き屋の親父に身をやつしているのです。ワンプレイヤー側のビッグバイパーはおなじみグラディッシュシリーズの主人公。今回も自慢の強力装備を仕掛けて、正義の名のもと大量虐殺に手を染めちゃうのか。過去の栄光をめぐって、今回はどんなビッグバイパーの活躍が見れるのでしょうか。頑張れ大御所ビッグバイパとベリアル。前回のパロディウスだって活躍したミスターパロディウスことタコ。彼は前対戦で受けた傷が未だに癒えず、重い病の床に伏していました。その病床のタコの枕元に必死に看病を続ける長男タコスケの姿がありました。そんな病の辛い日々の中、タコはタコスケに古き良き時代を象徴すると言われる過去の栄光の存在を語るんです。わかった父ちゃん、俺が過去の栄光を必ず見つけてくるよ。こうしてタコスケは恋人のベリアルと共に過去の栄光探索の旅へと出発したんです。ワンプレイヤー側はパロディウスだではタコのオプションとして活躍していたタコ4兄弟の長男タコスケ。今回は弟たちの期待を一身に背負い、ついに念願の主役として登場。果たして病に倒れた父に代わってタコスケは過去の栄光を手に入れられるのでしょうか。パロディウス軍団筆頭の位置が今炸裂するかもしれない。ツインビーとウインビー。グラディッシュシリーズと並んでコナミを代表するコミカルシューティング、おなじみツインビーシリーズの主人公。散歩の途中で立ち寄った惑星を悪の手から救ってはいいけど、その後王女をさらって逃走。現在王女誘拐犯として指名手配中。ワンプレイヤー側は元気印がトレードマーク、青い機体のツインビー。2プレイヤー側はピンクのカラーにハート型のキャノピーが可愛いウインビー。ご存知いつもの名コンビが今回も大活躍。今回は2人同時協力プレイもあることだし、ここは一つツインビー&ウインビーの息の合ったコンビネーションプレイでダミール強敵たちに目にもの見せてあげましょう。お花ちゃん。前作から引き続きパロディウス軍団の中核をなす密かなるコナミの顔、そして泣く子も黙らす三国一の大手分け、その名もペンタロウ。最近戦国者に凝り始め、つけひげをしてマゲを言うというなんとも困った近況だけど、古くからコナミのゲームに着々と出演し、もはやコナミの看板ペンギンの座を不動のものにしたペンタロウ。
したたかな猛者中の猛者である。今回はステディのお花ちゃんを引き連れてさらなる快進撃を目指す、侮りがたしペンタロと根性でスターダムを目指す明るく元気な双子のバニーガールなのです。通称ボンバーガールの異名を持ち兵器マニアではないかとの噂もあるの。ちなみに緑の髪のヒカルちゃんの愛機はフォルテシモ、ブロンドのアカネちゃんの愛機はピアニシモと名付けられているのよ。自慢の愛機にまたがって2人は夢をつかむことができるのでしょうか。そして過去の栄光は彼女たちに未来の栄光を与えてくれるのでしょうか。頑張れバニー姉妹。通りすがり、いつもぼーっとしているんでいつの間にか過去の栄光争奪戦に巻き込まれてしまうけど、実際は何が起こっているのかよく分かっていないらしい。何事もなかったかのように怒涛の快進撃を続けるマンボウコンビ、罪のない顔をしておきながら彼らの通った後にはペンペン草の一本さえ残らない。イケイケマンボウ、トベトベマンボウ、世界は君らのためにある。ガブリエル極上軍団にもついに大天使が降臨した。ミカエルにガブリエル、天界随一の天使豚である。度重なる下界の乱れに心を悩ました神様によって使わされた使命に燃える熱血豚である。豚といっても侮るなかれ、背中の羽と頭上に輝くエンゼルリングは孫うことなき天使の証、とても偉い豚さんなのだ。その大天使コンビのパワーアップはどこぞの某有名横シューティングを彷彿とさせる装備だけど、それは全くの気のせいだなんて言ったって大天使、細かいところを気にしていては下界の乱れはただじゃないぞ。大天使ミカエル237歳、果たして過去の栄光の謎を解明し再び世界に秩序の光をもたらすことができるのでしょうか。こいつとあいつ、すべてが謎に包まれた極上パロディース最大の謎の生命体、それがこいつとあいつ。性別無限大、年齢3時間という全くもってミステリアスなプロフィールを持つが、すべての鍵はこいつバリアーが握っているのではないだろうか。謎に満ち満ちた彼らだが装備は極めて強力無比、
こいつミサイル、こいつウェイ、こいつレーザー、こいつパワーといった安易なネーミングの割には闇雲に強い装備が揃っているぞ。一体何者なのか、何のために戦うのか、そしてどこから来てどこに行くのか、その答えを知る者はコナミ開発部にさえいないと言われている。ワンコインノーミスプレイ by こいつ。
勝ボス紹介エトセトラ。アンナ・パブロワ。キャッチャーステージのラストに立ちはだかるのは謎の海生命体メローラに取り憑かれたパンダのアンナちゃんである。高速回転しながら踊り狂うその姿は非常にラブリー。だが情けは無用、正義の名のもとにアンナちゃんを懲らしめちゃいましょう。猫潜水艦。パロディウスといえば忘れちゃならないのがこのキャラ、プリティラブリーな猫潜水艦。今回は親子で登場という大盤振る舞いだ。ニールとイライザ。と高び極まりない笑い声攻撃と海中からいきなり襲い来る尻尾攻撃に加え、ニールの泡攻撃のコンビネーションは圧巻。イライザの苦悶の声がとっても悩ましいけど、頬をあからめつつさっさと倒してしまおうんで。モアイ戦艦。前作パロディウスだって受けた雪辱を晴らすべく、あの巨大船が復讐に燃えて帰ってきた。巨大戦艦らしからぬトリッキーな動きでプレイヤーに襲いかかる。炎の海で対マン勝負だ。もはや逃げ道はない怒涛の対決。果たして生き残るのはどっちだ。よしことよしお。モアイステージのしんがりを務めるのはよしこ&よしおのゴールデンモアイコンビだ。パワーアップしたよしこの肺活量はもはや一般モアイの域をはるかに超えている。女の怨念は怖いぞ。食通大王ロボ1号。マンボのテーマに乗ってさっそうと登場するのはお菓子ステージの総元締めデコレーションコアの食通大王ロボ1号である。クリームレーザーの中にプレイヤーを閉じ込めて反射レーザーで攻撃してくるよ。なかなか手強い相手で見かけほど甘くはないのだ。クレイジーコア。高速ステージの大暴走の果てに待つのはひよこ県警の切り札、交通整理ロボのクレイジーコア。スパナやハンマー状のアームを振り回し暴走行為を力ずくで止めに来るぞ。弱点は本体中央の3色シグナル、これを壊されると交通整理ができなくなるのだ。頑張って完全破壊しましょう。カプセル怪獣カプチーノ。SD ステージの最後に出現するのはふにゃららかなボディに身を包んだカプセル怪獣カプチーノ。歓迎と言いつつ出現する割にはなかなか手厳しい攻撃を仕掛けてくるよ。大量に放出するパワーカプセルの中に巧みにルーレットカプセルや鉄球を織り交ぜてプレイヤーを苦しめるのだ。かぐや姫。月面の竹取家の奥の間に鎮座をわしますのがウサギ軍団のカリスマかぐや姫である。春はあけぼの夏は夜などと枕の草子の名文句とともにウサギレーザーで攻撃してくるのだ。わかりません。秩ビンタリカ。ミス神戸チチビンタリカとしてパロディウスだに登場した彼女だが、極パロではさらにグレードアップ。もはや神の域にまで達していると言われている。ゴージャスな2画面分の巨大さで襲い来る彼女の前に我々の抗う術はあるのであろうか。タコのエイコ。ディスコステージの奥底に潜み過去の栄光を隠し持つと言われる伝説のタコ、それがタコの栄光である。手には樹里線を持ち高飛車な態度でプレイヤーに悪態をついてくる。こういう勘違いをしているタコは遠慮はいらん。存分にお仕置きしてあげましょう。
これは2人同時プレイ時のみ可能な白ベルを使っての漫才モード。気鋭の新人コントパロディウスだけど、3種類しかネタがないんじゃこの業界でやっていくのはちょっと難しそうだね。
いかがでしたか皆さん。これを機に今後さらにより良い極パロライフをお送りできるよう祈っております。解説は甲田真理子でした。